私たちの世界では、無数の嘘、捏造、洗脳、汚職といったものがはびこっていて、基本、私たちは、人生の大部分を騙されて搾取されて、そしてそれらを納得させられて生きています。科学も嘘であれば、歴史も嘘、貨幣経済も資本主義も結局はそれらの嘘をばらまいた連中が一方的に得するようにできている詐欺の一方的なルールです。2020年から始まった例の一連の茶番では、各国政府が一様にバカバカしい対応をしていることからも、政府、行政、マスコミといったものも嘘と捏造をばらまく有害機関だということが分かっています。それも庶民からギリギリまで税金を絞り取って、その庶民の労働力で賄われている優雅で豪勢な捏造洗脳のメカニズムです。何度も繰り返しています通り、医療や栄養学、食文化に至るまで、嘘、捏造、汚職といった毒で塗り固められている私たちの常識です。そしてそんな中でも、さらに私たちの潜在意識や生き方の根っことなる価値観に蔓延しているとんでもない嘘、捏造、悪意の洗脳が存在しています。その悪意ある洗脳は周到にこの世界に蔓延していて、その価値観によってこの世界全般が運営されています。そしてその悪意ある洗脳の価値観によって、私たちの世界はとんでもない搾取が大手を振ってはびこる社会になり下がっています。私たちのこの200年にわたる直近の文明で大きな役割を果たしていた悪意ある洗脳の価値観とは、紛れもなく勝負至上主義、勝ち負けの概念です。この勝ち負けの観念、勝負至上主義は弱肉強食というルール、価値観に大部分を負っています。そして弱肉強食の価値観というのは、何と言っても、ダーウィンの進化論における強者の持つ特徴が選択的に残されて進化していくという理論で強化されてきました。そしてこのダーウィンの進化論は全く根拠のないほら話に過ぎないのですが、弱肉強食の意識を世界全体に蔓延させたい悪魔のような連中の意志によって真実として、すべての教育機関の基礎に組み込まれていきました。ダーウィンの進化論が嘘の権威の捏造の理屈で、それがそこまでして支配的になっているのが弱肉強食の世界を作り出すためだと理解すると、この世界にやたらと蔓延している勝ち負けの概念自体が、私たちを操作するために作り出されている幻影であるということがわかるはずです。男性の視聴者であればよくわかると思いますが、私たちが子供の頃から提供されていた娯楽の数々は、戦いや勝負に根ざしたゲームばかりです。ジャンプの黄金期を支えた漫画の数々は、スポーツ、格闘技、戦闘といったあらゆる種類の出来事ばかりで、勝負事ばかりで、その中には生死をかけての戦いも少なくありませんでした。コミカルに始まったアラレちゃんもドラゴンボールも結局生死を争うバトル漫画になりました。ドラえもんですら長編映画シリーズでは常に生死を争う冒険
ものです。筋肉マン、北斗の拳、セイントセイヤ、悠々白書、キャプテン翼、スラムダンクなども、戦闘と勝負がテーマです。当時から現れてきたコンピューターゲームの世界では、スーパーマリオ、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、どれもこれも戦いと殺し合いです。そしてテトリスやプヨプヨですら、対戦で競い合う、争い合うゲームばかりです。このようなゲームや漫画以前に、私たちの世界は実際に第一次世界大戦と第二次世界大戦を経験して、本物の殺し合い、戦い、競争を経験しています。さらに近代に復興されて、されたとされているオリンピックを中心に、スポーツで戦い競い合うことがお祭り、重要な行事として推奨されてきていました。またトランプ、チェス、将棋など、いわゆる古くからあるとされているゲームについては、実際に古くからあったというわけではなく、この世界の戦いと競争の原則が表現されている古典的な娯楽だと私は認識しています。その原点はこの三次元のアースで発明されたというわけではなく、スピリチュアルな世界で暇つぶしのために肉体を持たない存在たちがお互いに遊んでいたものだったのではないかと思えます。そして私たちが競争と弱肉強食で互いに殺し合い、奪い合うという概念が、ダーウィンの進化論で強化までされています。そしてそのルールは、貨幣経済の資本主義という形で日常生活の中にも組み込まれています。しかもこの中央銀行貨幣経済自体が詐欺の八百長の立て付けです。中央銀行を創立した存在が永遠に確実に勝ち続けることができるという仕組みが、金銭中心主義の貨幣経済の一番の肝です。こうして用意周到に準備された勝ち負けの価値観で支配された私たちの文明は、19世紀に入っていきなり新しいゲームフィールドとして準備されたものだったのです。それは毎度毎度私の動画で説明していますが、この世界の歴史は嘘と捏造の産物で、19世紀中頃までにこの世界は一度文明リセットを経験し、以前の文明が滅亡しているということが明らかだからです。その根拠が、世界中で見つかっている1階部分が埋まっている泥の洪水と思われるもので沈んでしまっている、これらの建物の数々です。私たちは不思議なことに、このように1階部分が深く埋まった建物、それもその埋まった部分に窓や扉が掘り出されるような不自然な建物を活用して生活しています。私たちが実際に使っている建物にも、1階部分が何らかの大災害によって埋まってしまっているものがあります。日本でもです。あるいは私たちの地下鉄や地下商店街、地下通路などが、実際はかつての文明の構造物が埋まってしまったものを再利用しているだけだったと考えられます。そしてその考察が正しかったとすると、私たち以前の文明というのは、直近の過去に5メートルから8メートルもの分厚い粘土層に世界中で埋まってしまったということになります。そしてもしもそのように世界中で5メートルも8メートルもの厚さで粘土層が堆積したのが200年ほど前の直近の過去だったとするほど、200年ほど前の時点でこの地上の生物のすべて、あるいはほとんどすべてが絶滅しているということは容易に想像がつきます。
そのような観測があるから、私たちの世界では、東大寺や法隆寺、エルミタージュ美術館や、伊作大聖堂の設計図も見積もり書も下請け業者リストも、建設関係者の血筋の情報も、何もかも存在しておらず、あれほど見事な建物なのに、現代の科学技術では再現不可能であることについての理由に辻褄が合うというわけです。私たちの現代の文明は法隆寺や東大寺、伊作大聖堂やエルミタージュ美術館を建設した当時の文明からは、一度断絶された、当時よりも劣った新しい文明だということです。そしてその以前の文明が断絶したのは、19世紀の初頭、200年ほど前のことだと考えられ、それ以前の歴史の記録は建物の建築に関連する情報だけが捏造や嘘というわけではなく、石垣を建設する名手だったと言われる加藤清正のエピソードが嘘だったというだけでもありません。おそらくは1800年より以前の歴史の情報のすべてが捏造であり、嘘であり、悪意ある操作だと考えられます。そして1800年より以前の世界が戦国時代であったり中世の騎士時代や大国会時代、侵略の時代だったということを考えると、そういった捏造をする理由が見えてきます。そう。1800年代中盤以降から始まった私たちの新しい文明というのはどういうわけか。私たち人間自体が争いし合い、勝ち向けに血眼になる。NHK スペシャルそのものの争いと戦争の時代だったというわけです。しかもその争いと戦争の時代はなぜかフェアな戦いや戦争ではなく、そもそも八百長のルールと庶民同士が憎しみ合い、殺し合うことを目的として行われている、偽旗作戦の戦争の世紀だったわけです。何しろ軍のトップ、各国のトップ、本当の権力者というのは決して傷を負うこともなく、ただただ自分たちの支配力だけを増強するようになっていた。からです。要するに戦争とは戦争を行うことで庶民たちが命を失ったり資産を失いつつ、八百長の支配者たちが国の違いに関係なく私腹を肥やすということをひたすら繰り返してきていたのです。八百長の中央銀行、資本主義経済であり、八百長の戦争と競争の世界であり、そして偽物で捏造のダーウィンの進化論と弱肉強食、ということです。昨今 SNS ヘズマ流などや無数の反枠系の言論関係者、工作員たちが血まなこになって広げている中国人や韓国人に対するヘイトの意識も、この争いの文明を継続させるための仕掛けです。彼らは明らかに人心を操作しようとしている従来の支配者層の巣窟として、頭のおかしい極端な愛国心ナチズムと見境のない外国人ヘイトを蔓延させています。そして相変わらず申し訳ないほど盲目でインスピレーション能力が曇った日本人の皆さんは、まんまと中国人やクルド人、その他の外国人へのヘイトで洗脳されていっています。恥ずかしい限りの民度の低さで、一体この200年間自分たちが何に驚されていたのかということについて、全く未だに気づいていないという状態です。無理もありません。偏差値教育を中心とした学歴や学力競争、各企業のランキング、年収の比較による競争、あらゆる物事に対するランキング分けが意図的に蔓延させられている競争社会に、私たちは洗脳され続けていました。そしてあらゆる指標、スポーツ競技での対抗戦、GDP の上下、
ひたすらずっと続けられているどこぞの国がどこぞの国を支配しているとか操作しているといった数々の言論など、あらゆる手法で私たちの意識は操作されています。私たちの意識は自分たちを直接支配している身近な権力者を問題として認識するのではなく、国同士の戦いこそが問題であるということを信じ込まされてきています。まんまと洗脳されていたわけですし、そして私たちのアース自体がそのような操作のせいなのか、私たち人類の低い意識性のせいなのか、戦いと争いの世界観を後押ししていたのではないかと考えられます。前回動画でもお話ししていますが、アースの意識性自体の問題で、20世紀からのこの私たちと時代というものは、血みどろの競争と弱肉強食の文明になっていて、しかも八百長までも含めた仁義なき戦いの世界になってしまっていたようです。このような状況になっていた根源が、ヤハウェやあの民族の人たちの悪意に満ちた操作にあると考えられることではあります。しかしこの世界に転生してきた私たち自身が、暇つぶしのために争いのゲームを望んでいたのではないかという面もあるようです。だからこそ人々はトランプや麻雀などが好きで、しかも競馬やスポーツなど、あらゆるものでギャンブルをすることを好んでいます。確かにこの世界では、あらゆる映画や小説、物語というものが、ほとんど争いや競争、殺人事件でできている意識操作を目指したものではありますが、同時にそれらを好んでいたのも、私たち、一般の魂たちでもあったわけです。確かにこの世界では、ひたすら競争や戦いが宣伝されて、コンテンツとして提供されてきていましたが、同時にそれらに喜んでいたのも、私たち一般人であったわけです。言ってみれば、喜んで騙されているような状態です。中国人や韓国人やその他外国人を敵視して、ひたすら下に見たり、ヘイトしたりしているのは、単に彼らがいいように扇動されて騙されているというだけではなく、彼らつまり日本人が本質的にそのように差別的に人を見下すことを好んでいるという面があるわけです。そうしてそのように差別したり見下したり争ったりということが本性として好きだった人たちが、結局20世紀から始まる私たちが暮らしてきた文明では有利になり勝者になるという仕組みでもあったわけです。しかしどうでしょう。この世界は今まさにシューマン共振の周波数の上昇に合わせて次元上昇しようとしています。嘘や詐欺、エゴ、自分さえ良ければ良いという価値観が終わりを告げ、平和的で協調的、心の共感が重要視される新しい次元に向けて、新しい文明が立ち上がろうとしている状況です。その変化は、バトル漫画や勝負ごとの祭典のオリンピックやワールドカップ、金の取り合いで八百長が蔓延している競馬やスポーツなどのギャンブルが愛好される時代さえもが、終わっていくということを意味しています。随分前からそのような兆候は現れていて、戦闘的で攻撃的な意識の顕在化と考えられる各種企業でのパワハラやモラハラは年々犯罪的に扱われるようになってきています。その結果、各企業での理不尽な残業や飲み会への参加の強制、極端な上下関係の強制、人格否定の人間管理などは、目に見えて少なくなってきています。
かつては消化されること自体が稀だった有給休暇も、積極的に消化するようになっている企業が増えています。お笑い芸人の世界でも、2000年代前半までは、血で血を争う意地と意地のぶつかり合い、一触即発のライバル意識が一般的だったようですが、その当時暴力的に競い合っていたお笑い芸人自体が、いつの間にか平和主義者になって、穏やかになっているという現象もよく見られています。家庭内でも私たちの親の世代ではなぜか父親が常に酒に酔っ払って子供や奥さんをぶん殴りまくっているという状況が一般的でさえありました。しかし私たちが親の世代になってくると家庭内暴力をしている家庭の方がかなりの少数派になってきています。そしてそもそも私たちの20世紀は、明治維新の内戦、その後の第一次世界大戦、第二次世界大戦というように、戦争や殺し合いで血塗られた出来事から始まっています。しかしそのような状況は戦後という時代で、まかりなりにも平和を望む方向性になっていき、私たちが大人になっているような時代では、戦争をやろうなどと思う大人は、ほとんど存在しないというところまで意識は変化しています。現代でも偽旗作戦や偽旗のテロ、偽旗の戦争茶番は横行していて、スポーツもギャンブルも競争社会も何もかもが機能している私たちの時代ではありますが、本質的な部分でこの世界は年々平和になってきています。この20世紀の歴史と現代の平和にシフトした時代という変化を概観してみると、まるで私たちは戦争や争いを行いたいというカルマを解消するために世界大戦を行ってきたかのような印象を受けます。私たち以前の文明は何らかの理由で滅亡しています。確かにマッドフラット的な自然災害のリセットがあったとは思われますが、特定の建物を狙った攻撃が行われた痕跡もあります。つまり全文明のリセットにはその当時の存在たちが破滅的な戦争を展開したということもほぼ確実な事実と言えます。そして私たちの魂が不滅であるということを考慮に入れると、私たち自身の魂と全文明の存在たちの魂というものは無関係ではないということもほぼ確実です。私たち自身がその破滅的戦争で殺し合いをした全文明の存在の魂そのものであると考えられます。その全文明の魂というのは、武士道や騎士道といったものを用いて、死を として戦い抜いて、白黒をはっきりさせたり、勝敗をはっきりさせたいという意識を持っていたのでしょう。その結果、ルールを強固に定めた仕組みと競争、戦いの意識が中心となって、明治新興の文明が作られることになった。だから金融資本主義や裁判での勝敗、ダーウィンの進化論という弱肉強食の意識仕組みが中心的な存在になって、社会が運営されることになった。しかしそもそも、全文明が崩壊するきっかけとなった争いというものは、ヤハウェと思われる卑怯者が還元を用いて、互いに争わせることで、強者同士を消耗させ、その間髪をついて自分が全ての権力を強奪するという手法で、世界を操作しようとしたために発生したのだと考えられ、ですから決闘や果たし合いといった正々堂々の勝負というのは、初めから
八百長や買収を伴った、より生々しい戦いや奪い合いで操作されるという仕組みが含まれていたわけです。おそらく勝ち負けの意識は、エゴがその根本にあり、エゴが優先になると、結局、手段を選ばない嘘や捏造を活用した策略と搾取というものが、勝利を手にするという性質上、卑怯者が最終的な勝者になるという運命を内在しています。ですから、正々堂々の戦い、競争、決闘というものは、単なる幻想であるということが、初めから分かっていたはずです。その上で、20世紀の競争、戦争社会の運営が始まっていたわけです。そして私たちは、4世代ほど戦いに明け暮れる時代を経験をし尽くし、21世紀以降、徐々に戦いに飽きて、より快適で調和に満ちた世界を希望するようになってきています。そして最終的に戦い、争い、競争、エゴといったものに呆れて飽きて、心底バカバカしくなる出来事が2020年から始まった例のイベントだったわけです。人の命を奪う医療であったり、何の役にも立たない捏造の病気検査などで、私腹を肥やす人たちが、政治、行政、マスコミ、医療という各分野で、はっきりと見て取れましたが、これら現代社会の勝者たちの姿は、私たちからすると、醜い化け物にしか見えなくなっています。そして競争社会で最終的に勝者になるのは、人の命までも悪魔に差し出している神聖の卑怯者であるということも、今回はっきりと認識することになってしまったわけです。こうして私たちの中では、勝ち負け、競争、争い、戦争、奪い合い、優劣、強弱、戦いを好むという文化は、本質的に崩壊してしまったわけです。争い、競争、優劣、奪い合い、虚栄心、プライドのために、自分を苦しめて努力することを選択することは、この先、なくなっていきます。それは20世紀から始まった戦争、競争、奪い合い、勝ち負けの文明は、もう終了することになってしまったからです。その中心的役割を果たしている中央銀行の貨幣経済と、分取り方式の金融資本主義も、壊滅、崩壊していくでしょう。逆にこれらの文化が崩壊することがなければ、私たちの文明はまたもや、その生物自体の絶滅を伴って、完全に崩壊することになるでしょう。しかし私たちは、もう勝ち負けのカルマを解消してしまって、いるので、勝ち負けの文化、文明を崩壊させるだけで、新しい時代、新しい文明の幕開けを見ることになるはずです。勝ち負けの価値観が崩壊していくと、戦争もなくなっていくでしょう。なぜなら、偽旗作戦などで扇動しようとしても、誰も騙されず、今のように中国人やクルド人を排斥しろというようなナンセンスな罵りにはなり得ないからです。逆に勝ち負けの価値観が崩壊しないと、
この世界に真の平和が成立したり、共有の経済システムが立ち上がることもないでしょう。少なくとも、このチャンネルを見ている皆さんの間、私自身というレベルで、勝ち負けや優劣、弱肉強食の意識は、もう手放してしまう必要があります。最低限私たちがそのように意識を変えることができていなければ、この世界の意識が変わっていくということもないでしょう。ですから皆さんが本当に平和を望んでいるなら、勝ち負けの意識をぜひなくしてみてください。そして私たちの戦争の文明を実現するために、必要不可欠な文化だったのが、悪魔崇拝を伴った肉食文化です。この肉食の文化も海外を中心にそれを反対する動きが出ていて、それこそがビーガンだということになります。今年開催されたパリンオリンピックで選手たちに提供されていた食事の多くがビーガンのメニューだったことが問題とされていました。すでにまだら模様な状態ではありますが、肉食をやめ弱肉強食から離脱しようとする動きは、日本よりもはるかに深い肉食文化を持つヨーロッパやアメリカを中心に広がっている状況です。この世界、人間の社会に平和をもたらし、戦争での被害を繰り返したくないのであれば、最低限肉食をやめてビーガンになる必要があります。私たちよりも力のない動物を殺害して、その肉をグルメのために食するという行為は、弱肉強食そのもので、一方的な戦いの倫理以外の何者でもないからです。肉食をしている間は、私たちのこの人間社会から搾取、詐欺、一方的な迫害、戦争、殺し合いが消えることはありません。別の言い方をすれば、この世界で戦争が起こり、人々が殺し合っていることに対する責任は、今、動物の肉を食べている皆さん一人一人にあるということです。もう一つ別の言い方をすれば、もしも私たちの世界が勝負の価値観から解放されて、弱肉強食が終わるということが決まっているのだとすると、肉食をしている人間というのは、この世界から排除されることになる。ということです。それは予定よりも早い死かもしれません。その肉食をする人たちの死というのは、例のちくわや各国で来つつある戦争によって実際にもたらされています。そして場所によっては地震や津波などの自然災害で、その裁きは執行されるものでもあるでしょう。そして日本では明らかに意図的に中国に対するヘイトが SNS などを通じて蔓延させられています。そしてなぜか、その情報と意識は、いわゆる反枠の人たち中心に広まっています。この不自然な中国人や、その他、日本国内の外国人に対するヘイトの蔓延。ありもしない縄文時代まで使って、日本人の虚栄心を煽っているナチズムの蔓延は、その弱肉強食、優勢、主義を持っている人々をさらに憎しみや争いに誘導する工作に思えて仕方が
ありません。近い将来、肉食を捨てられない野蛮な日本民族に対して、巨大な地震や台湾有事、戦争というものが起こって、最終的な選別が起こると思える状況になってきています。もちろん肉食をしている野蛮な民族というのは日本だけではないのですが、日本もその文明リセット的な人口削減の対象の代表の一つであることは否定できないというわけです。せめてこのチャンネルを見ている皆さんだけは、ビーガン糖質制限で弱肉強食から卒業し、その優れたインスピレーションをこの世界のために活用するようにしてみてください。ビーガン糖質制限トラウマノートによるトラウマの解消は、この新しい時代、文明の扉を開く、必要不可欠の条件と当チャンネルでは考えています。ご興味のある方は、ぜひ LINE から友達申請していただき、無料でエンドゥから必要情報を受け取ってみてください。また、ビーガン糖質制限。トラウマノートをすでに実施している人たちでできているコミュニティ、エンドゥオンラインサロンへの入会の申し込みも、この LINE の友達申請から行うことができます。それでは今日は最後は、かずみさんのビーガンソング、ムクロです。プレミア公開の後のニコニコライブも実施します。今日も前回同様引き続き、モスクワのショッピングセンターからの中継です。風潮とムクロの波、今私の間をすり抜けては嘆く、うつろな人と見習う別語をしの国、傲慢と裏切りを諦めで潰した、愛と綺麗に飾ってどれだけの命詰めばやがて気づくのでしょうか、血みどろの叫びすらも檻の向こうに隠して砕いてちぎって人の闇、果て知らぬ欲は自己矛盾の声さえ雑音と捉える、冷酷な作業のように、これだけの涙飲めば世界は変わるのでしょうか、ほんのひとさじだけの甘さにいつまでも勝てない、従うばかりで見つめても今も
けの命詰めばやがて気づくのでしょうか。血みどろの